ふざけんなよマジで。スワシロさんお邪魔、いらっしゃい。ホラギやってます。何これ。ああ、俺が逃げ切ったところがここ。じゃあ行ったら来るんだな。そういうことだな。来たな。よし、逃げないと。よし、開けろ。オッケー。うお、なんだ。あれ、ここは色彩がついた。何この趣味。俺そういうプレイは趣味じゃない。また映写室みたいなところか。あ、これは先は予測できるね。アナル拡張ですね、これは。はいはい。やちょ、いやー、すいません、ちょっとアナルダメでしたが。あ、次は尿道でいきましょう。尿道で。うん、ダメか。そっか、ちょっと放送禁止食らったわ。ダメだって。で、これは何、行幸なのか。責任は重大。とても長い間囚われていたものを解き放つ。うなり声を上げている。檻をガタガタ揺らしている。外へ出たくて仕方がないようだ。あー、勃起って大変だよな。まあそういうことですね。まあやっぱ外へ出したくて仕方がないと。あれ、閉まってんだけど。どうしたらいいんだろう。あ、これ反対側もある。あ、こっちはちゃんとアナル拡張かな。あれ？あれ？あ、あ、あ、あー。いやー、ダメでしたね。これ反対側やってもまた同じ？同じだな。またなんか変なのが出てくる。ちょっと待って。あ、これやると色彩が戻るのか。で、こっちやると、やっぱ白黒になるの。何かしらの謎を解けってことか、ここで。ちょっと近づいてみるか。どうもー。あ、ダメだ。色彩を戻してみよう。戻して、で、こっちに行ってみる。開かないか。やっぱ何かしらこの映写機を使ってってことなんだろうな。さっきの空いてるところはなんだ。ここ。お、なるほど。ここだったか。ほい。これで中に入ると。じゃあお前、ちょっと踏み台頼むわ。悪いな。共同作業。ホラゲなのか、お笑いなのか。いや、貞子的なのはなかったよ。またなんか舞台裏みたいなところか。さて、てかさ、ちょっと待って、このクルーズ船っていうのもさ、どうなんだろうね。なんか今さ、ちょっと待って、今のはちょっと置いといて、ここすらなんか壁一つ向こうに行ったら舞台裏みたいな感じになってるけど、もしかしたらこのクルーズ船っていうのも設定の一つなのか。どうなんだろうね。これ何、なんか変な感じのがあるな。ちょ、それすらもちょっと疑わしい感じだな。一体なんか何が何だか。で、またなんか、船の中か。お邪魔。
あれ？な、似たようなところだな。え、いや、なんかめっちゃロード入った。なんだ俺。え、なんか傾いてますよ。大丈夫？ナンパしてる？なんだこれ、瓦礫？瓦礫っぽいな。瓦礫の山だ。あ、なんだあれ、はかりがある。これはネズミ？ほっとけましょう、ハーディさん。まだそこまで切羽詰まってない。ジェームス、ほっとくって言ったでしょ。はあ、随分とリアルなネズミの死体だな。内臓がさばかれてるのかこれ。いやでも腹の首元まではさばかれてないから、本当に殺しただけって感じか。食料にする気だったのかどうか。あ、ネズミ取るんだ。え、銀行を破った者は大きな対価を支払わねばならない。マジ？とても大きな対価だ。とても大きな対価、なんでしょうね。いやー、できればちょっとすいません、アナル拡張で勘弁してもらえませんか。あ、でも特大ティルドは勘弁してください。おー、OK。 何これ。全ての命は平等に作られているわけではない。誰か一人の命が重くなることもある。他大勢の命よりも。なるほど、このネズミ一匹の方はこのネズミ数匹よりも重いと。てかなんか数匹のうちの一匹めっちゃ動いてんだけど。何これ、めっちゃビクンビクンなってるけど、このネズミ一匹の方が重いのか。振り返ってみっか。またどうせなんかいろいろ変わってんだろうな。変わってねえな。ここに一回いいのか。お、あー、レコーディング。全てをリスクにさらしているとき、人命が危ぶまれているとき、理性は弱点になる。だってさ、本能を信じろ。うん、この先理性が何かしら危ぶまれる何かがあるのかな。理性で判断せず本能で判断しなければならないときが。レコーディング行きましょうか。アクションかな。あそこに立った。随分わかりやすい。え、なんだ、本能か理性か。ん、本能か理性かだ。犬と人がいる。本能を信じろ。天秤を傾けろ。天秤を傾けるのだ、ポッター。なんか入手ん、え、理性は精神を毒する。人を弱くする。ん、どうすればいいんだこれ。本能を信じろ。天秤を傾けろ。入手またはギブアップって何。入手、いや、諦めるな。好きにさせるな。じゃあギブアップはダメなのか。今俺何もしなかったのに急になったんだけど。じゃあ A、 何これ、犬に向かって D か。 D、 あれ、こう。え、じゃあギブアップかな。え、違う、なぜそうした。ああ、じゃあギブアップはダメなんですね。やっぱ人に向かって入手か。でもさっきそれやったんだけどな。よし、来た。命には優劣がある。他に道はない。道はない。入手、入手、入手。命に次など命、
炎を見つつ終わった命、弱く重んじられず価値のない命、お気味上げもいるだろう。お気味上げだ。なんか犬と人が何かを取り合ってたな。で、人がもう力ずくで奪い取ってたけど、これはいけるのか。あ、いける。お気味上げってなんだ。ん、あ、ここは開くけど、ちょっと待って、あれ、こっちから来たんだよな。ここいける、いけるな。あ、これあの反対サイドに出るだけかな。あ、そうだね。じゃああれ行くか。ほい。あれでよかったのかな。お腹がペコペコになっちゃうよ。あれでよかった。あれって何なんだろうな。ん、諦めたんだね。後悔するよ。え、なんだ、俺は後悔するようなことは絶対にしてない。鍵がかかってる。お手上げだったのかい。ハッピーエンドが見えないね。なんだ、何が言いてえ。ここは、扉が勝手に開いた。で、これはなんだ。え、絵かな、これは。なんだこの絵。裏側はないか。これはかじったリンゴでいいのか。かじったリンゴで何かがいる。床に顔、え、あった、マジか、知らなかった。え、なんだ。え、前に彼女はあの男の子を見たことあるって。ちょっと待って、字幕早い、字幕早い。だから彼の頭を落ち着かみにして排水口に突っ込んだ。二度とやらないと自分より強い奴は偽っているんだ。君にもね。字幕早いな。あ、さっきの犬のところ、これどうしたらいいんだろう。子供の方に行くか。いや、なんでそんなことを言うんだ。やっぱりこの言葉は何かしら驚かしに来たりはしないな。こっちは開かないか。ここに行けってことか。行くわ。うっ、なんだここ、船室か。うおっ、あれ、今なんか古めかしい帆船の船室のような感じに見えたんだけど、あれ、おいガキ、どういうことだ。あれ、ガキいなくなってる。今なんかこれが大砲に見えた気がしたんだけど、なんなんだ。そして扉が2つか。こっちは開く、こっちも開く。どっちもトイレ。じゃあ水流せるか確認しないとな。あ、ちょ待て、あ、これ水流せるタイプじゃねえ。上から水流すタイプか。なんだこれ。ん、ああ、永久とは何ぞや。終わりなき惨め災害、何者でもない。意味や目的のある人生と引き換える機会があるならためらいなく手放すだろう。また映画のポスターかな。ザ・ナイト・フィール、何が、ザ・ナイト・なんたらかんたら、フィエンド。F で合ってるよな、これ。うん。で、こっちは、穴もない。じゃあ、水出しとくか。よし。戻りゃいいのかな。これを見れるイベントだったってことか。ねえ、これ。
警備長より全警備員へ告ぐ。より安全な場所を上層の貨物置き場に確保し、物資移動を開始せよ。全資源をかけずに保管し、次回レポートにて報告のこと。これ以上本件がこじれることのないように動け。ほう、なるほど。いや、なんか動いてるんだけど。なんかいた？あれ？でもいねえじゃん。なんだ、びっくりさせんなよって。またなんか鎖を引く音が聞こえるな。ここは？あ、なんか、金剣財宝！いいね。あ、でもこれレプリカかな。いやー、見てるだけで。樽の中にいっぱいの金貨って最高にロマンあるな。いいっすね。お、あれ？色が戻った。これはそういうセットなのか？なんか音が聞こえるな。でも先にここを開ける。ああ、すげえ財宝ばかりだ。金ピカばかり。なんだこれ。羅針盤か。もうダメだ。食べ物なんか見つかりっこない。ジェームス、私を見て。全部は僕のせいだ。こっちを見てってば。私は船長のベインズ、マダーのブラックワンダラー、サイクロプスを打ち倒せし、炎の探求者。私たちに不可能はない。この言葉を信じなさい。は？なんか錆びた羅針盤か、これは。なんかもう山盛りなんだけど。すごいな、こんなぐっちゃぐっちゃに詰めとくもん。山盛りすぎる、半端ねえ。いくらになるんだこれ。レプリカにしても相当用意するのにいくらかかかるぞ。ほい、うおー、よっしゃ、最高の山だ。これ走るしかねえだよな。なんだ、あの一番上にあるの。やべえ、なんか光り輝くトロフィーがある。ちょっと待って、俺のもんだ。あれなんだー。ああ、あれ、え、あれ、え、え、え、なんだここは。なんか何かが敷き詰められ、え、なにこれ、鰹節？なんか鰹が敷き詰められてるんだけど、なんだこれ。お、もしかして、おい、俺が見てたのはこれは幻覚だったのか。金銀財宝じゃなくてカツオの山だったのかよ。くそったれ、誰だこんなことしたやつは。人のロマンを踏みにじりやがって。くそ、人のロマンをカツオに変えやがって、舐めたことしやがる。もしかしてここも。うーわ、おいおいおい、全部カツオじゃねえか。ちくしょう、騙しやがって。こんなんかんないな。ダメよ。うわ、あ、全部魚、あ、全部魚、全員カツオ。ダメよ、ふざけたことしやがる。またこれか。まあフルで。で、これはなんだ。お、なんか出てきた。二等機関士より食料管理機関殿、命令に従ってやっているのだろうし、あなたを軽視するつもりもないけれど、警備長のやり方は理不尽だ。盗まれさえしなければ食料を全部腐らせても構わないのか。とにかくみんな落ち着きをなくしつつある。シフトは長く、食料は減らされ、それでいて仕事には全力を尽くせたなんて。自分の部下のことはよくわかっている。みんなの真っ当な奴らで、みんな真っ当な奴らで、不正を憎んでる。盗っ人なんて誰一人いない。だけど、誰だってお腹を空かせて、いよいよとなったら何をするかわからないよ。まあ、腐ったものも食うかもしれないよってことか。
そりゃあまあ心配になるわな。あんな量腐らせてるんだもんだ。あんな量腐らせてさ、そりゃ誰だってなんか言いたくなるな。さて、この先は何なんだ。ん？あ、ネズミがいる。やたらここのアクトはネズミとか食料とかがの下りが多いな。これは？ここに食べ物があるような。早く行かなきゃ。今のはこっちか。ジェームス、走って。何？走れ。ちょっと待って、走れるところはどこだ。え、こっち走ったらいいのか。あーたた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 、やかれらー。サイエス、人を待たず。うるせえんじゃん。焼かれたんだけど。いいや、普通に焼かれたんだけど。走ってって言われるから走ったら。あ、今のうち走るってことか。さ、こうか、こうで合ってるのか。よし、こういうタイプな。よし、OK。よし、なんとか、なんとかだな、逃れることができた。またなんか同じ音がするんだけど。ここを渡りゃいいのか。おい、なんだここ。え、ちょっと待って。いや、舐めたことしてやがる。ふざけてんのか。どっちだ、解放式。あ、これか。あ、いやいやいや、うん。だー、おい、大丈夫かー。燃え尽きだ。半端じゃねえ、半端じゃねえ。火炎放射器だ。お物は消毒なんてレベルじゃないぞ。お物が消え去ってるんだけど。よし、もうないか。で、ここは？あ、開く。なんか開く趣味なポスターが。え、あ、やべ、ちょ、いや、ポスター燃えるくない？よく火災なんねえな。で、これ、うん、都市の心臓部。鼓動が止まっている。失敗したんだ。ちょっと待って、俺燃やされてない？この世界が私たちにふさわしくなかったのよ。燃え尽きるのを見届けましょう。一緒に。ちょっと待って、これ持ってる間なら大丈夫っぽいから、とりあえずちょっとあの炎が収まってから行くわ。よし。取った瞬間燃やされるとか、勘弁すぎる。うん、で、あと、またか。あ、そういうわけじゃない。まただよな。ん？いや、ち、熱風が。よし、早く、こっか。よいしょ。え、なんだこれ。まるで私が、私は存在したことなかった。私は存在したことなかった。なんだよ、そんなポエムみたいなこと言いやがって。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。なんだこれ。なんか砂嵐になってるけど。これは？あ、回せばいいの？え？いや、あの、釣られてますけど。え？え？これでよかったのか。なんか、あ、釣るののお手伝いしちゃったけど。え、これは？え、え、総督内はこっち。私たちの宝物を覚えてる総督内はこっちって言われたけど、なんだこれ。ザ・ブラック・ワンダー&ザ・シークレット・オブ・ザ・フレイム。このドアだけなんか色づいている。宝物って言ったけど、ここに宝物があるとは思えねえな。なんだこれ。すんげえ小さいはしごがある。登るか。登れんのつか。あ、登れるわ。屋根裏みてえなところだけど。
すんげえ小さいベッドが、いや棚みたいなところが、うーわんだい、シークレットフレームとか書いてあったけど、おいおい全然シークレットする気なくない？半端なく燃え盛ってますよ。な、黒板にキリングジョークって書いてあった。これ裏返る、光に踏み入れろ。とりあえず炎には踏み入れないようにするか。よし。え、ちょ危ねえ。は？どういうことだ？光に踏み入れろだ。あそこか。すごい。え、いや、大丈夫だった。ちょっと待って。光踏み入れてる。うおー、びっくりした。なんだこいつ。え？あ、開けれる？開けるね。光を踏めた。一体何がどうなってんだ。シークレットされちゃうフレーム。よし、登るか。うーわ、てか炎が物理的、炎でなんか板を物理的に壊すんだけどさ、燃えるとかじゃないんだ。よし、さっさと入れ、さっさと入れ、オッケー。おー、ちょ待って、俺の鍵にびっくりした。オープン。あれ、なんだこれ。あ、ジャグジー、なんかゆったり使ってますね。いや、どうもすいません、ちょっと、あ、いや、入浴中にお邪魔するつもりはなかったんですけどね。あ、すいません、出てきます。あれ、ちょっとあの、鍵かかってるようなんですけど、あの、鍵ってどこか。あ、ちょっとすいません、あの、ジャグジー使ってる暇ないんで、すいません。ちょっと鍵、あれ、あ、お持ち合わせない。あ、そうだよね、スポポンだもんな。とりあえずこれを多分なんかどっかお、やったね、ハーディさん。さあ行って。やったねじゃないんだよな。あ、今は俺がハーディさんなのか。おう、先行くか。今これは子供たちのごっこ遊びに入っているのか、ごっこ遊びの世界に。あの中二病のやつの、あのバニッシュメントディスワールド的なあれか。くそ、ちょっと待って、炎がやべえ。開けるか。開けらねえ。なんだ、あそこに入りゃいいのか。入りに行くしかないか。ここは鍵がかかってんだもんな。あっちから炎近くないし。よし、行くぞ。だら、お、道があった。道があったわ。よし、なんとか炎から逃れれた。なあ、なんか悪趣味な扉がある。悪趣味すぎない、この扉。うん、あれ、なんか一人寂しくテレビを見てるおっさんがいる。いや、ちょっと待って、明るくしないとダメですよ。ほら、じゃあテレビ消せ。何があった？気をつけて、何かが来るわ。立ち止まっちゃダメよ。マジで立ち止まりません。立ち止まりません。まさか、いや来てる。なんか、あともう少し、あともう少しよ。 OK。おい、うお、ちょっと待って、なんかいろいろある。くそ、なんだ、真っ暗になった。え、え、ロードが入ってる。え、あ、なんだ、逃げ切れたのか。そして、なんだこれ、宝箱。あ、フィルムがある。これはブラディーロード。ブラディーロード、ブラッディー・ルーツか。ネズミが絡め取られてるような、そういうデザインのフィルム。さて、フィルムを取ったということは、このアクトもそろそろ終了ってことか。よいしょ、ちょっと待って、跳ね返ってくるな、この扉。
あー、帰ってこれた。あー、え？あー、持ち物が。よし。なんか部屋の内装結構変わってるな。ブラッディールート。それが次のアクトか。じゃあなんか、部屋の中奇抜なことになってない？なんか、梨がたくさん転がってるのと。ちょっと待って、なんかめちゃくちゃナイフが刺さってるんだけど。めっちゃナイフ刺さってる。なんだよこれ、誰かサウザントナイフ発動しただろう。ふざけたことやってんじゃねえぞ。なんかマネキンあるし。で、薬。家は壁と梁でできている。故郷は恐怖と夢でできている。次のチャプターは、じゃあ故郷に関することなのかな。故郷、まあ実家とかそういう感じか。で、フィルムはなんか追加されたよな、確か。なんだこれ、まあ、なんかいろいろ追加されてはいるか。変なのが追加されてるな。で、じゃあフィルムをはめに行くか。ほんとこのゲーム疲れる。じゃあ行こう。スタート。あ、え、左足と左手が一気にはまった。過ぎ去ったものはプロローグだ。地面に染み込んでいったものは資料となる。炎のための燃料である。存在の根の根源でもある、源でもある。根は強く張って基盤となる。しかしねじれることもある。絡まってしまう。人を動けなくする。下に引きずり込む。空気から引き離す。光から引き離す。そして人はやがて枯れてしまう。永遠に苦しみながら、あったかもしれない未来を想像しながら。ね、それは断ち切らなければならないものだ。真に自由になるために。アクト3、ブラッディルート。ブラッディルーツか、ルーツだね、これは。血の系譜みたいなものかな。ルーツっていうのが多分、そのなんか、なんて言うんだろう、まあ何かのルーツみたいな、その辿っていくものっていうことだろうな。自分のまあルーツになるものってなると、やっぱりさっきの黒板であった故郷とか、あと俺がまあ冗談マジに言ったけど、実家とか、あと親とかかな、この場合。それに関することが出てくるってことか。さて、一気に左足と左手がはまったな。残るはあといくつだろうね。まあそういうわけで、ちょっと今回はそうだな、この辺で終わりにしておこうか。キリがいい。ちょっと待って、最後にこのメモだけ変わってるな。メモ、役作り、内面を覗く、状況、背景、私はなぜここにいる、現在は過去に根ざしている。この根ざしている過去を覗いていくのが次のチャプターとなるわけか。ただまあそれはまた次回やっていこう。